持ってきましたよ。ロシサイトを私の愛しい罪にですか。あなたの見立て通りだったわね、マサコ。はい。ですが、純度 100% が必要となります。では、私はこの辺で失礼して、試作型の仕上げに取り掛かりましょう。それで、CM ステーション RC1 については何が分かったの？インフィニティが傭兵のエクリプスを雇って罪人を手に入れて、それをクリニックに送って依頼を出して被験者を募って人体実験やってましたと。ロスサイトを収集するためにあんな連中を雇うなんて、生存者はいたの？なんか一人だけ昏睡状態とか言ってたけど、生存者って、エクリプティクのこと？そう。私は殺人を容認しないけど、エクリプティクのような無差別殺人者どもに同情するつもりはないわ。私たちのために働く無実の人々を虐殺した後では特にね。それから、あなたがクリニックで目撃されたという報告を受けたわ。あそこまで罪人を追跡していったの？そうです。それは関係していたのかもね。それで、その保安棟の目的は特定できたの？人体実験をやってました。つまり、ルーカスは CEO としても将来を確実なものとするために、なりふり構わない策に打って出たってわけね。優子のチームに要請して、クリニックのデータベースからあらゆる情報を確実に抽出させておく。エクリプティクを雇った上に、未承認の人体実験。これだけの材料があれば、ルーカスに引導を渡せるわ。そして、ロシサイトを確保した今、そろそろこちらから打って出る頃合いね。よし。役員フロアに行って、ダルトンと話してきて。彼から内通者の正体について、新たな報告がある。会議を招集したから、あなたにも出席してもらう。今こそ最終計画を始動する時だからね。どうなったのかな、結局。そっちの方も気になる。内通者。ちょっとね、ダルトンに任せてよかったかな感はあるんだけど、最初からウラル問い詰めておけばよかったんじゃねえか感はあるけど。よし、時間通り来てくれた。全ての証拠を再検討した。手持ちのリソースを全て費やしたが、結論は明快だった。ウラルは内通者だ。ああ、よかった。つまりイモジェンを復帰させられるか。時が来たら私から声をかける。はいはい。ああ、お前の判断は正しかった。よかった。マサコには説明して今後の対応を話し合った。ウラルが黒であることについては合意したが、このことを取締役会に挙げるには言い逃れできない確かな証拠が必要だ。当面はイモジェンが内通者で、状況はすでに対処済みだと周囲には思い込ませる。はい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 。そうだね、イモジェンがスパイだったってことにすればウラルは怪しまない。そうだ、ウラルに実際の状況を悟らせないことが鍵となる。マサコはウラルにインフィニティリミテッドを打倒するプログラムの作成を依頼している。奴はそのプログラムの中にマサコに罪を着せる仕掛けを仕込んでいるはずだ。はいはいはい。これが我々の求める証拠になるかもしれない。お前にはインフィニティに潜入する任務が割り当てられるだろう。そこで出発の前にそのプログラムを持ってきてもらいたい。オッケー。ああ、自分への疑いを守備よくそらせたと確信したら、ウラルはきっと大胆になる。では会議に向かうとしよう。潜入タスクはちょっと難しいから嫌なんだよな。っていうか、そろそろ私、上級工作員になっていいんじゃないですか。こんな格好してるけど。お前たちを呼んだのは、最近のセキュリティ審判について話し合うためだ。ドミニオン計画に関する極めて重要な情報を、
インフィニティリミテッドに漏洩した内通者が社内にいる。冗談でしょ。まさかビーナじゃないでしょうね。みんな彼女がここにいないことには気づいてるはずだけど。これ以上憶測が広まる前に言っておく。ビーナじゃないわ。犯人はイモジェンサルゾよ。個人的にはとても残念。うちの工作員がこのことを裏付ける証拠を手に入れたの。待って、ここで真実と言っていいのかな、台無しにするセリフがあるんだけど。はい、口裏合わせます。ダルト、なぜこんなことが起こったの。イモジェンは高度な訓練を受けている。それはウラルも証言してくれるはずだ。我々は最高の人材を求めている。だからこそその脅威に対処せねばならない。うちの工作員を訓練したのは私だけど、セキュリティはあなたの責任よ、ダルトン。これはあなたの大失態よ。責任は受け入れよう。だが忘れないでもらいたい。内通者はすでに明るみに出て処分されたということをな。もちろんよ。うちのもう一人の工作員のおかげね。はい。私を見て。イモジェンは始末された。言い争いは無意味だ。私が気にしているのは資産を取り返すことと財務的な負担がどれだけかということだけだ。今この会議の間にもビーナがニューロアンプの試作型を完成に近づけてる。うちの工作員がインプラントを受け取ってインフィニティリミテッドに潜入し、あらゆる研究の情報を入手する。確かな情報筋によれば、我が社の研究において欠けたピースを埋めるために彼らが行った実験は死者を出す結果に終わったそうよ。はい、まあ一人昏睡とか言ってたけども、向こうの法務部がどれだけ面倒なことになっているか想像もつかないわね。この証拠を SSNN のデビッドに渡すべきだと提案させてもらうわ。この情報を一般へ公開する最も中立的な方法のはずよ。それで私の仕事も楽になるわ。ならデビッドにしましょう。アサト、内蔵ニューロアンプの準備ができたわ。いつでもいいわよ。準備できてるといいけど。だからこそあなたは頼りになるのよ。ビーナが研究開発部のニューロアンプ課であなたを待ってるわ。支度が済んだら私のオフィスに来て次の任務の詳細を話すわ。ウラルさん、よう、ここにいるんだけどな。いや、でも、ダルトンに話しておいて、正解だったか。よかった。で、SSNN ってのは、前に行った有人惑星、ニューアトランティスに、確かあったんだよな。SSNN の建物。やっぱ、あそこ、報道機関だ。で、その、ニューアトランティスで、求人が来てたから、今回、この、竜人に、工作員として入社して働いてるけど、逆に競合他社の求人来てたら競合他社で働いていたって世界線もありえんのかな。わからんけど。はい、また少しスリーを楽しんだところで、そう、スキルポイントが溜まってたから解消スキル、まあピストルスキル上げてもよかったけど、まあ戦闘はまだ苦でもないからセキュリティスキルで、エキスパートロックのハッキングを試行できるようになって、で、なんだろうな、これ。オート解除ができる。まあ、あとヒントも表示されるようになるってことかな。はいはいはい。ランク4に限ってはもうパズルを解かずにキーをはめることができると。もはや解除じゃないな。で、この人ね。ユーコの、デスクの下には金庫があると。開けさせていただきます。これ結構難しいな。で、青がヒントってのはこれあれか、青く出るってことはそれを使って正解ってことだな。これ組み合わせがね悪いと最初からやり直しっていうのもありえるから、これ普通にむずいわ。改造コーチマン。なんだこれ。グモクレ、
ダモクレスの剣。エキスパートの割には大したもん入ってないんじゃね。まあいい。あ、やべ。重量感が。よし。これね、ブルーで表示されて、そのサポート機能が追加されたのはいいんだけど、解除時の。どっちみち難しいな。だって、ビーナさんは、ニューロアンプうまく。正しいか再確認して。ああ、幸運な候補者さん。はい。ええ、意欲的な被験者はいつでも大歓迎です。さて、始める前にいくつか伝えたいことがあるの。当然、あなたに麻酔をかけます。後頭部を少し切開して、内臓ニューロアンプを装着します。3、4時間で全て完了するはずです。数字は40にチェックしたと言っただろう。少し意地悪を言ってみただけですよ。それに患者が安心できるようにしないといけませんしね。なんか切開するの、側につけるんじゃなくて。もちろんです。私たち2人の博士号が合わせて5つくらいありますから。6つ。だが誰が数えてる？任せてもらって大丈夫ですよ。さあ、準備ができたらテーブルに横たわってください。大丈夫かな。内臓ニューロアンプを頭に埋め込む手術を行う。大丈夫でしょうね、本当に。これで首にされたらたまったもんじゃないよ。よし、じゃあパーティーを始めましょうか。あれ、今ヘルメットしてるよな。あら、やっと目を覚ましたんですね。手術はバッチリ成功です。意識がはっきりしてきたら様子を聞かせてください。大丈夫？人造人間になってない？あ、服がねえ、まあ、内臓だから側じゃなんもわからんよな。特になんとも。それで気分はどうですか？元気だ。それこそ私たちが望んでいたことです。内臓ニューロアンプを使う前に注意点が2つあります。1つ目、一度に影響を及ぼせるのは1人だけです。そして2つ目、効果は一時的です。だから戦闘中に使うなら時間切れに備えて。 OK。 よし、いいですね。では早速テストしてみましょう。そう、まず どんなことができるんだったっけ。デマーカスは自分で実際に体験してみるのが大好きですからね。だからこそ彼は私の次に優秀な科学者なんです。近くの階段を登って展望台に上がってください。なんだろう、声の力でも使えるんかな。操れる。そんなことそういえば言ってたな。はい。外交、扇動、威嚇、マインドコントロールはすべてスキャナーが起動しているときに発動できる。お。はい。お。こいつを支配して、これを拾ったね。で、その場から動かないんかい。ちょっと操作に慣れがいるな、これ。あ、今操り人形だから話せないと。解除できねえ。どうやって解除すんの？
なんて素晴らしい。どんな感じでしたか？どう説明したものか。最初の1分は実験がどうなるか興奮していた。それから一瞬だけ前後不覚になって思考の脈絡がなくなったんだ。不気味なほど自然に感じた。ああ認めるよ、君の予想通りだった。やっぱりね、私の思った通り。最新の論文を書き上げるのが待ちきれない。それから100クレジットの貸しがあるのを忘れずに。さて、じゃあ体調に変化がないか常に注意しておこう。何か他の副作用が現れないかとても楽しみだ。これ実際に使えるならステルスとか超楽になるんじゃね？誘導できるよね、敵のモブを。じゃあ教えてください、どんな感じでした？いや特に何にも。やったわ、よかった。聞いた聞いたよ。自分で体感したのは一瞬の前後不覚だけだったのがとても興味深かったな。本当に並外れた技術だ。可能性を広げる、可能性を広げる。犯罪が広がりそう。ああ、君の仕事に関しては間違いない。それにニューロアンプは完全にコントロールできるものじゃない。対象者の倫理観や信念が強い場合失敗は発生する。とはいえ対象者が心の中で自身に制限をかけるような行動を観測できるのは興味深い。はいはい、私が作り出したこの素晴らしいテクノロジーの詳細と可能性について議論を重ねたいのは山々ですが、雅子があなたに会いたがっています。どうやらあなたにはこなすべき任務があるようです。はいはい。もし他の誰かがニューロアンプ技術を手に入れたら絶対今後副作用が発生するんだろうな。こんにちは。例えばだけどさ、こいつ立たせて、あ、おえい、これはスリがハーガドルね。素晴らしい。え、何人までハックできるのこれ。あー、一人までか。こんなん副作用ないんじゃ。あ、向こう行け。あらら、違う方刺しちゃったのかも。ここに座ってるアンちゃんも、こうやって、これ財務の人だ。こうやって、例えば、向こう行け。なんか、キャラによって結構ラグはあるけど、言ってくれる。いただき。なるほどね。まあ、だけど、一時的にハックして移動させてるだけだから、立ち止まりはしてくれないな。これは便利だわ。で、マインドコントロールって今、チャレンジが進んだってことは、あ、ここにあるんだ。これ、タスクによっては、この辺すっ飛ばして、これを得得できちゃうんだ。アンロックされちゃってるもんね。イエーイ。あー、で、そっか。レベルの制限があるのか。これさ、今は移動しろの命令だけど、そうだね、移動しかないけど、あ、今キャラクターに他のモブに照準合わせれたから攻撃しろとかもできるんだろうな。よし、来たわね。ビーナが休養時間なしと約束してたけれど、どこまで信用していいかわからなかったから。脳への損傷なしという彼女の未来がこの決心にかかってあることを。しゃべんないで。あなたが内蔵ニューロアンプを装備したところで、その技術を実際に使用してもらいたいわ。やってきたよ。あなたにはインフィニティリミテッドに行ってもらう。はい。後悔するといい。毎日のように刑務所の中で朽ち果てながら。さて、優子がインフィニティリミテッドの見取り図を提供してくれた。
この任務には選択肢が2つある。どちらの手段も私たちが準備する。選択肢 A、 屋上にある整備用通路から強行突入する。選択肢 B、 あなた用の ID を渡して会議を手配する。ほう、 A と B の利点は？選択肢 A の場合、あなたは終始見つからないでいなくちゃならない。選択肢 B は口実を用意して目的地までの道中にある程度人と会話することができる。正直 A 結構面倒だから、あのマインドコントロールできたとしてもね、今ここで A にします B にしますって言うわけじゃないのか。本番であなたの準備が整っていればそれで問題ないわ。さて、この選択次第であなたは整備用通路かマーケティング部かのどちらかに行き着くことになる。そこからは3つの標的を目指してもらう。第一の標的は役員フロアのルーカス・ドレクスラーのオフィスにある彼のコンピューター。第二の標的は研究開発部にあるフェイセング・サバーンのコンピューター。わかると思うけど、いくつものフロアを行き来することになるわ。しっかり準備をしておいて。オッケー、その言葉信じてるわ。さて、ウラルに依頼してルーカスとフェイ両者のコンピューターで実行するべきプログラムを作成させた。こうしてインフィニティリミテッドの秘密を暴露すれば、彼らのあらゆるデータは厳しい精査を受けることになる。世間には彼らが傭兵を雇っていることと未承認の人体実験を行っていることだけを暴露したい。オーバーシアプログラムを作っておいたわ。必要な証拠を集めると同時に竜人と内臓ニューロアンプに関するものを削除できる。ほうとか言いながらトロイの木場仕込んでるんでしょう、ウラルさん。その通り。そして世間が知らなければ実害が出ることもない。さて、この件は暴力沙汰にはしたくない。サイモン・ライチェックがビルから民間人を逃がすために有用な情報を提供してくれた。シドニアで会った彼のことを覚えてるわね。インフィニティでは整備要員が不足してる。圧力系の点検がされなくなり、遅かれ早かれ大きな問題が発生するはずよ。圧力が限界以上に高まればビル内の全フロアにガス漏れが発生し、自動警報が作動して人員がビルから避難するでしょう。サイモンが彼らのシステムにアクセスできるコードを入手してくれた。おう、これで暖房装置を誤動作させられる。オッケー。使用を強く推奨するわ。あなたが現場で証明すべきことは、この仕事を完遂できるということだけ。また、あなたには工作員スーツを支給する。これで敵から発見されにくくなるわ。このスーツはもっと階級の高い要員のものだけれど、可能な限りリスクは軽減したいから。スーツがあろうとなかろうと彼らにそこにいたことを知られることはない。我々もそれを望んでる。オーバーシアプログラムを実行してプロトタイプを入手したら、最後は SSNN フィールドオフィスにいるデビッド・バロンにスレートを届けて、彼が質問したら関心を引く程度の話はしていいけど、竜人のことやあなたの正体については言及しないようにね。それ余計なことを喋ったら竜人もろともどん底に落とすことできるんだろうな。間違いなくそうなるわ。それで出発前に最後に聞いておきたいことは？まあまあ言ってみましょう。幸運を祈る。はい、これがサイモンのパスコード。工作員スーツ、オーバーシアプログラム、そして偽造 ID よ。あなたの偽造 ID カードには屋上とエレベーターのアクセス権がエンコードされている。しくじらないでね、スカイラールーミン。はい、私今ビッグボーイことスカイラールーミンで、もちろんウラルのことは信用してないんで、まあ、もらったアイテムのことは信用してもいいかもしれんけど、ダルトンと話そう。私の権限は顧客の面倒を。プログラムは確保したか？はい、喜んでそうしよう。
見てみよう。絶対良くないものが入ってるんでしょ。友人を陥れるような。暗号解読が疲れている。ここに何かあるに違いない。これぞ我々が求めていたものだ。このコードによればウラルは雅子がルーカスに協力していたという偽の証拠を植え付けるつもりだったようだ。お前がオーバーシアープログラムを起動した瞬間、一連の偽造通信ファイルはインフィニティリミテッドのネットワークにアップロードされたはず。雅子がルーカスに早い段階での人体実験を進めているなどという作り話まで仕込んである。このスレートから必要なファイルをコピーしてお前に新しいスレートを発行し、ウラルがしらを切れないようこれはこのままで保管しておく。よしよし。さあこれでようやくウラルの罪を証明できる証拠が手に入るぞ。ウラルは雅子をはめるつもりで、そのためにオーバーシアープログラムを使うつもりだったのか。そうだね。ああ、そしてそもそもこのプログラムを私の元に持ってこなければお前が偽の証拠を植え付けることになっていただろう。あの狂言プログラムが消えたと気づけばウラルは大層をうろたえるだろう。奴は SSNN の報道を心待ちにしていることだろう。雅子がルーカス・ドレクスラーと共に告発される場面を期待してな。これが修正済みのオーバーシアープログラムが入った新しいスレートだ。よしよし、これでウラルの思い通りにはいきませんと。ニューアトランティスへ向かう。SSNN ね。